モパン川を渡る手回し式の渡し船モパン川はグアテマラ及びベリーズを流れる河川である。グアテマラ共和国ペテン県に源を発し、マカル川と合流することによってベリーズ川を形成し、最終的にカリブ海へと流れ込む。ベリーズ川、モパン川水系にはベリーズ総人口の45%以上が暮らしている。モパン川は流域に暮らす。 人々の重要な飲料水など様々な用途に使用されている。しかしながら、堆積物、栄養型、未処理の汚水放出、農薬、その他有害物質による汚染で水質が悪化している。悪化の主な原因は、上流域での森林伐採と非持続可能な農業にある。現地住人らによる焼畑農業も水質悪化の一因となっている。ベリーズのカヨ州にある、 マヤ文明の遺跡、シュナントニッチは、グアテマラとの国境付近、モパン川から1キロメートルほどの高台に位置する。シュナントニッチ遺跡へ向かう観光客は、手回し式の渡し船に乗って濁ったモパン川を渡る。カヨ州にある、別のマヤ遺跡チャークリークは、モパン川の南西数キロメートル、マカル川とチャークリークが合流するあたりにある。また、カラコルや、ウカナルなどの遺跡も、 木板川流域に位置している。ありがとうございます。